はい、皆さんこんにちは、タートルです。仰向けになったらお腹がすっきりする、立ったらまた出る、そんな疑問感じたこと絶対あるよね。これって実はお腹の脂肪じゃないんです。だいたい仰向けで寝た状態と立った状態、5センチぐらいサイズが違うんです。仰向けで寝た状態だと骨盤が少し立てられる、お腹を抑える力が必要としない、その結果お腹がすっきりします。でも立った状態ってお腹が前にも下にも重力がかかってしまいます。そうなるとお腹を押さえる力が必要、骨盤を起こしとく状態の筋肉が必要、この2つが同時に鍛えられるフロッグプランクを紹介していきます。20秒を3種目するだけです。3つセットで行うことで効果が倍増します。今日も一歩前進しましょう。まずうつ伏せになります。立った時にお腹が出ないようにするには、うつ伏せの状態でお腹が引っ込める、骨盤を立てるってことができなければいけません。簡単に言うと恥骨と前ももを床に押し付ける感じでお腹に隙間を作ります。グッとやるとここにね、手がね入ると思います。お腹の部分だけ床から浮いてる感じです。あまり浮かない人も頑張ってやってください。20秒、この状態を作ります。落とすとこんな感じ、持ち上げるとこんな感じ。スタート。しっかりね、恥骨を床に押し付ける感じ、これで隙間をね作ってください。これくらいね上げます。腰をしっかり丸めて、はい、 OK。 今度はカエル足にして、この状態を作ると骨盤が前傾してしまうので、恥骨を前に、股関節を床の方に近づける感じで骨盤を起こします。これでキープ、息は長く吐いてください。スタート。これもね、うつ伏せの時と一緒、お腹をどんどん持ち上げてください。息は長く吐きます。しっかりね、お尻が上がらないように股関節を下げてください。はい、 OK。ラストはバンザイして、足閉じて膝をついたままで、一番初めと同じ感じで腰を丸めて浮かせる。これでキープ、ラストでいきましょう。スタート。できるだけね、肘は前の方がいいです。しっかり腰丸めて、おーっと効いてきた。どうですか皆さん、頑張って耐えて、お尻が上がらないように。いやー、しょっけ。今のがね、お腹よりも腕が疲れたよって方のために、あと2回やってみましょう。腹筋効く感じがね、だんだん分かってくると思います。2回目いきます。スタート。頑張って、さっきよりもね、お腹に効く感じがあると思います。しっかり腰を丸めて、よし。はい、OK。 1回目よりも2回目の方が効きますよね。あともう1回やったらね、ちゃんとお腹に効くと思います。もう体が上がらないよって方はちょっと肘近づけていいです。ラストいきましょう。いきます。スタート。しっかり腰丸めて、お腹が出ないように持ち上げて、頑張ってください。あと少し、お腹に効いてきた。うおっ、 OK。 ギュー、入って、お疲れ様でした。どうでしたか。今回のメニューが仰向けと同じようにお腹がへこませられるメニューになります。お腹がへこんだかどうか疑問に思う方は、必ずメジャーを使って測ってください。頑張ってやってよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。